はい、どうもグッチャンネルのグッチです。いやもう夏暑くなってきて、体育館でバドミントンするのもちょっとね、普通に立ってるだけで汗かくレベルになってきました。まあそんな中でもちょっと撮影していこうと思うんですけど、インスタ皆さんやってます？まあそれこそ、まあ僕もインスタやってるんですけど、ほんともっと有名なバドミントン選手とかでインスタやってる方もいまして、でその方々の中でアンダース・アントンセン選手という方がこの前ね、めちゃくちゃすごいトリックショットを打ってる動画があったんですよ。でそれをちょっとやってみてほしいっていうリクエストがあったので、まあ僕がそれをできるかどうかちょっとやっていこうかなと思います。アントンセン選手の動画をちょっと流したいんですけど、まあそれ流すと著作権的にもまずいところがあるので、ちょっとね僭越ながら概要欄にリンク貼らせてもらうんで、その動画まず見てからこの動画見てくれればなと思います。で多分アントンセン選手みたいにできるとは僕は思えないので、まあクオリティの差はご了承ください。多分そんなうまくはいかないんですけど、まあ僕の中でのイメージはあるんで、まあそれ通りにちょっとやってみてどうなるかをねやっていこうかなと思います。まあ簡単な説明としては、フォアのストロークで空振りしてその後にバックハンドで当てるっていう形になるんで、まあこれをどう再現していくかがポイントになってくるかなと思います。まあそんな感じで早速ねやっていこうと思います。10分間でやっていきます。よろしくお願いします。できないからちょっと前目なんだろうな。よし、オッケーです。よっしゃ、じゃあやっていきます。はい、お願いします。こっちに球が行くはずですね。よし、いや、イメージわからない。いやー、だってこれ無理にスイングしてるからな。今のはちょっと無理やりでしたね。これ多分最後に当てるここをもう作っといて、ここでやってあげると、でもそれだと多分癖バレるんだよ。ギリギリまでこのイメージを持っておくのが大事かもしれない。できなくなる。多分ちょっと内側ら辺で捉えた方が取りやすいんだ。多分いつもの打点ちょっとこっち側で、この辺だったら普通にカットした方が、多分この辺からこれは難しい。
か、止めたラケット。はい、ということでアントンセン選手のトリックショットやってみたんですけども、そりゃできねえわというわけでございました。なんであんな綺麗にできるんだろうね、全く分かんなかった。やっては見たものの、やっぱり本人のと比べると全然違って、なんかその時パッパッてやってね、しっくりきてたなと思ってたんですけど、やっぱ実際のものを見てしまうと、やっぱり世界レベルのああいうトリックショットってほんとすごいんだなって思いました。またね、今回ちょっとアントンセン選手のトリックショットやらせてもらったんで、他の選手でこんなやってるよとかあればね、コメント欄に書いてもらって、僕がね時間さえあればそれやらせてもらうんで、またねこういった感じの挑戦動画もやっていこうかなと思ってるんで、まあ良ければね、今回のアントンセン選手のフェイントも一緒に真似してみてください。なかなかにあのラケット振ってその後ここで当てるっていうのが結構難しかったんで、やっぱラケットってめっちゃ軽くなったなとは思ったんですけども、それでもやっぱ重いなって思いました。何言ってんだろうね。はい、ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。